深夜の高松駅舎に来ています。今回は廃止されたはずの特急ミッドナイトエクスプレス高松が幽霊列車として実は走っているという噂を聞きつけたので確認しに来てみました。開始前に発車していた8番乗り場へ向かってみると怪しい8000系の姿が。もしかして幽霊列車の噂本当だったのか。